コリン・キャンベル・クーパーはアメリカ合衆国の画家である。大都会の摩天楼のある風景を描いた作品などで知られる。フィラデルフィアの裕福な家に生まれた。父親はアイルランド系の医師、法律家で、母親はアマチュア画家で、両親はクーパーの芸術家になる希望を支援した。フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーに入学し、トマス・エイキンズに学んだ。 1886年にオランダ、ベルギー、イギリスを旅した後、1890年までパリに滞在し、アカデミー・ジュリアンでアンリ・ルシアン・ドゥセ、ウィリアム・アドルフ・ブグローとジュール・ジョゼフル・ルフェーブルに学んだ。ハドソン・カハン・アメリカに帰国した後、1895年から1898年まで後にドレクセル大学となる科学産業大学で教えた。夏の間は、 オランダの芸術家村となっていたラーレンやドルトレヒトへ旅して絵を描いた。ドルトレヒトでアメリカ人画家のエマランパートと知り合い、1897年に結婚した。1898年から1890年の間は夫婦でオランダで暮らし、ベルギーや北フランスの風景も描いた。この頃から印象派のスタイルの画風となった。 1900年からアメリカ合衆国で活動し、フィラデルフィアで暮らした後、1904年にニューヨークに移った。ニューヨークに移ってからは、マテンローのある風景を題材に選び、展覧会で大きな成功を収めた。フレデリック・チャイルド・ハッサムと共に、アメリカにおける印象派の代表的な画家となった。フランス政府も、クーパーの作品を買い上げ、リュクサンブルール美術館で展示した。 ニューヨークタイムズは1911年に、クーパーを、ザ・スカイスクレーパーアーティストパールエクセレンス・オブ・アメリカ、と賛辞を送った。クーパー夫妻はしばしば長い旅行を行ったが、1912年、タイタニックの生存者の救助活動をした、客船帰船カルパチアに、たまたま乗船していた。夫妻は遭難者のために部屋を譲った。後に何点かのこの遭難を描いた絵を描いた。 1920年に妻が没した後は、気候のいいカリフォルニア州南部のサンタバーバラで暮らした。1920年代にもしばしばヨーロッパを旅した。1927年に再婚した。1937年に81歳でサンタバーバラで没した。ありがとうございます。